バーマンでやってる人まずあんまりないですけど、クリープバーマン知ってる人いますか？クリープバーマンって、まあ、基本デシパーもクリープバーマンです。エアウェーブもクリープバーマンです。何がクリープかっていうと、ワインディングして一材塗布して、中間水栓にします。中間水栓した後にすぐ基本に液つけるのが通常のコールドパーマなんですけど、その乳液を塗布する前に少し時間を置いてあげる。これだけでクリップパーマに、ここの結局は乳液ですぐ簡単に説明すると固めてしまうんじゃなくて、乳液までの間の時間を作ってあげて、ゆっくりコルテックスを移動させていく。で、そうすることで、コルテックスって何だっけ？コルテックスって何ですか？知ってる？湿沈結合ってあるでしょ？パーマンの理論ってわかります？わかります。湿沈結合を通断して湿沈結合を切断して、で結局乳液でまた元に戻すんですけど、その戻す前にゆっくり戻してあげるっていう。まず水でその一材を落としてあげて、ゆっくり元の状態に戻していくことで、デジタルパーマみたいにクリッとしたパールを出すことができるんです。なのでデジタルパーマに関しては一材先流します。でその後に乾をするじゃないですか、ロッド巻いて。それがクリープになります。なのでクリップパーマもそれを、その原理を利用してやっていくパーマになります。でもこれをするだけで結構かかり方だったり持ちとか、あと結構例で挙げると難毛ですごい非常にかかりにくい人っています。で全く今までかかったことがないとか、あとハイダメージ、特に本当ちょうどいい髪質だと思うんですけど、そういう方でも比較的かかりやすいですはい、ブリーチ毛とかでもかかりやすいです。で何がいいかというと、まずそこ のクリップの時間を作ってあげて、ゆっくり移動させることで結構しっかりした位置が出るっていうのと、一材 の反応の時間をちょっと短くしてあげても全然大丈夫です。チェックした時に、パーマのチェックをした時にまだちょっと甘いかなみたいな時はあります。もうちょっと時間を置こうかなとか顔もしようかなとかっていう、だからある程度ちょっと何て言うんでしょう、感覚的には多少軟化してればクリップやっちゃえば、クリップの仕上がり、クリップやることで仕上がりが結構クリッとみたいとかいうのがあります。場所によっては、やり方として、これ極端な例ですけど、一材を塗布して1分から2分で中間水栓、その後に、クリープチェックしないです。クリープして、クリープした後にチェックして、それで甘かったらまたクリープっていうようなサロンもあります。なので一材の、反応っていうのを極端に強くしなくて大丈夫なので、1台目のダメージっていうのを軽減させられる。なのでダメージが結構ダメージ出さずにパーマをかけやすいっていうのがクリープパーマの特徴ですね。なので比較的使う薬剤ってシステアミンのこっちであるプライヤーとかが基本メインで使っていけるような感じになりますね。普通に千代とかあんまりかかりづらい人とかだったら基本千代とかでもいいんですけど、じゃない場合はプライヤーとかの結構優しめのコスメ系の薬だけでやっていくサロンがほとんどだと思います、今のところ。なのでそこでクリップのポイントとして、あると一番いいのはスチーマーないですよね。どこの店舗もないですか？アンにはあるんですけど、スチーマーを当ててあげるとより効果的になります。もしくは
ローラーボール、ラプシェローラーボール10回推薦した後にラプシェローラーボールか、もしくは一番簡単なのが蒸しタオルを巻いてあげて、タオルもう1枚ぐらい上から巻いてあげてちょっと保温して、そのまま10分ぐらいとか、だいたいクリップの時間は10分から15分、かかりにくい人だと15分ぐらい置いてあげてもいいかな、極端にかかりにくい人だとぐらいでもいいかなと思うんですけど、ちょっとみんなにぜひ試して、そんなに難しくないじゃないですか、クリップ今切ってるだけだと。中間推薦して粘液つけないで蒸しタオル巻いて時間置いてってやるだけなんで、ちょっとこの人かかりづらいかな、いつも持ち悪いなっていう人にちょっと一回試してやってみるといいかなと思います。でブリーチ網とかでもシステアミンのお薬使ってやっていけば、矯正網とかでも矯正網でもいけます。いける人はいけます。ブリーチしてて矯正しててとかだとちょっと難しいですけど、一応モデルさんでやった時にブリーチ何回か繰り返してて、でロングの人 でスパイラルにしたいっていう人でやったんですけど、スパイラルっていうまではいかなかったんですけど、結構ブリーチしててもリッチは結構出たんで、ブリーチしてても髪質によってはいける。でもそこら辺のいけるいけないの判断っていうのが難しいとは思うんですけど、本当濡らした段階でゴムみたいにビロンビロンになるようなテロンテロンの人は無理だと思います。もう元々張り腰がなくなってるんで、ある程度張り腰が残ってるリーチもだったらいけるかなと。こんぐらいだったら多分いける。ブリーチも、ブリーチも。ブリーチ強制ブリーチ。強制ブリーチ。試すとしたらクライアの緑とかで結構一番優しめのやつでやってみると、かかるっちゃかかるかもしれないです。でも癖があるから多分広がっちゃう可能性はありますけどね。むしろ逆にちょっと自分で多分まっすぐにして毛先内巻きにした方が楽なんじゃないかなって僕は思っちゃいます。とか、まあそういうクリップってこんな感じなんで、ぜひちょっと試しにやってみると、比較的今って結構大きめでくっきりかけたいっていう人が多くないですか、今時のスタイルって。で、どうしてもやっぱ多いのが大きめでワンカールとか、例えばさっき言ってた1回転から1回転半とかに巻いて2回転だとちょっとかかるかどうか心配みたいなので、ちょっと細めに剪定してそれよりちょっとかかるようにみたいな感じでやる人も結構多いと思うんですけど、比較的クリップだとクリって出るんで、出したいサイズで基本僕は狙ってやってます。あんまり細め使わないでやってるかなと。で、基本特に前とトップに関してはあんまり細いやつ使わないで、使うとしたら結構しっかりめに出したいとき、こう根から下の部分だけ2回転とか巻いても僕も2回転ですね。ちょっと細めで使って、その写真のスタイルよりかは若干ここの内側の部分だけしっかり出せる感じでやることが多いかな。ぜひちょっと試しに皆さんやってみてください。でこっち側がクリップなし、こっち側がちょっとクリップをして、どのぐらい違いが出るのかっていうのをちょっとやっていきます。一応薬はウィッグでほぼダメージなしなんで、一応脂質値を11で作ってきます。それでどのぐらいかかるか、どっちだっけ、こっち、こっちまだ普通
はい、でそしたらその間に基本 1.5 回転でやってあります。でトップの部分一応少しレイヤー入ってるんですけど、そんなに入ってない、もう基本ローレイヤーでトップだけ少しレイヤー入ってるぐらいのスタイルです。で僕は基本的に前から巻いていきます。前から巻く人いますか？基本バック人によりますか、まあ、基本は前を、なんて言うんでしょう、一番重点的に置きたいというか、基本パーマかけるとき、前にどんぐらい髪の毛がこうやって持ってくると思うので、なので基本前の毛量っていうのを大事にして、あと前をちょっと広めに取っちゃう感じですね。で、もう取ってこのぐらいでやっちゃいます。固定巻くときって、あ、見えない。トップめっちゃ薄いです。であとあのダウンステムで巻いちゃってるような感じになるんですけど、あの固定巻く時ってどうですかね、ふんわり感出したい時とかナチュラルにふんわり感出したい時とかって、基本このトップの数本っていうか、こう短い幅だけ取ってちょっと巻いたりしません？それとイメージ的には同じですね。なのでここはあの少しトップだけちょっと薄めに取ってあげて、ここの動きを少し強調させるみたいなんですけど、これを上トップの方までここふんわり感出したいからって言ってトップの方まで巻いてしまうと、ふんわりっていうよりかウェーブスタイルになってくるんで、基本最近のヘア型で多いのって毛先シーカールスタイルが多いと思うんですよ。全部 C カールで、あとはカットのレイヤーの作り方で作ってるパーマスタイルが多かったりするので、基本的にはもっと動きを上と上の方に持ってきたいんであればレイヤーを入れましょうっていうのが基本かなと思います。なので少し薄めで、あと多分みんなやってるとは思うんで、やってる人もいると思うんですけど、基本この顔周りに関してはあまりパーマ出したくない人が多い。ここパーマ出ちゃうと広がっちゃうんで、なのでこの顔周りに来る部分に関しては、ここの部分に関しては僕はあんまりほとんどワインディングしないです。ここのトップもこれ間違えてここの方まで取っちゃうと、この位置からカールが出てきやすいので、基本的には少し顔周りに落ちる髪の毛っていうのをちょっと中ポイント見てここのスライスは取ってあげると、なのでこう斜めスライスで取ってあげるように気をつけてます。あとは本当平巻きで全部 1.5 回転くらいでやってる感じですね。で最近パーマでやっぱ僕も使わさせてもらってるのが前髪指数とか、ほとんどダメージがない人だったらちょっと血を混ぜてあげたりとかっていう感じで、基本こっちより結構優しめの薬でやってあげるとすごい綺麗にナチュラルにかかります。これもやってあげると面白いかなと思って結構使えるかなと思うので、そんな感じですね。中間推薦していきます。大丈夫かな。ここから蒸しタオルで保温していきます。これで10分ぐらいですね。ちょっと置いていきます。あ、こっちで、そしたらこっちはそのまま乳液つけちゃいます。
は基本的に、クリップした場合は2機1度付けです。で、5分ぐらい。はい、今2液使ってあるんですけど、この状態で5分置きます。もう一回、はい、私はね、じゃあ普通のコールドパーマの部分を置いてしまう。全然かかってない。かかってる、まあ、結構かかっちゃってる。むしろむしろ結構かかっちゃってる、まあ、いい、結構かかっちゃってる。タオルさ、後ろにやってくれる。基本加水の方が柔らかいって言われてます。仕上がりが。はい、外します。クリップの部分外します。怖い怖い。おお。違くないですか？見えます？そっち。そっち。すげえ。